第104回日本選手権混成競技の男子十種競技 1500m がスタートしました。中村明彦君が黄色のシャツ前で引っ張ります。去年は順天堂大学の田上君が前に行って中村君がそれを追いながら、まあ、最後パッと前に出るという感じだったような記憶もありますが、中村君が引っ張ります。そして共立クラブの岡山君、大学を卒業して一回やめようかなと思ってたはずが今頑張っているという岡山君。そして3番手は日本体育大学の田中君、そして順天堂の田上君、現在2位タイの片山君が積極的に5番目につけています。後ろ君は今一番最後尾から行きます。68秒22で 400m 中村君、そして岡山君、後ろ君が10秒くらいでしょうか、もう少し9秒差ぐらいで行っています。今後ろ君が後ろから5番目ぐらいの位置追い上げていきます。中村君はとにかく逃げるしかない。今映ってる今右側、後ろから5番目あたり一番背が高い選手なんですが後ろ君がいます。この差のままどんどん広がっていくと後ろ君は逆転されてしまうので、ここから踏ん張りたいところ。後半に力を残しているという戦略かもしれません。中村君、そしてすぐ後ろに岡山君、ちょっとしばらく置いて田上君、田中君と追い上げます。中村君が 1500m は2分19秒42。後ろ君が間もなく 800m を通過します。2分34秒程度ですので今15秒程度の差ですが、後ろ君ここから一番きついところですがペースを抑えててここから行く感じだとでしょうか。中村君まもなく 1000m です。 1000m は2分56秒ぐらいだと思います。今後ろの方の集団、後ろから5人目に後ろ君がいます。この差で行ってしまうと後ろ君は勝てない。残り400、3分14秒33、4分20秒ぐらいが出るペースで中村君が行っています。そして後ろ君はちょっと今きつい感じで行っていますが、中村君が3分32秒69で 1200m、 後ろ君3分33秒ぐらいで残り 400m です。後ろ君が間もなく 1200m は3分54秒、今 1200m の時点で21、2秒ですので、このまま後ろ君も粘ればどうかというところですが、中野君も結構きつそうですが逃げます。残り 100m、後ろ君が今残り200を切ったぐらい。中村君が最初から先頭を引っ張り切って今4分27秒07のフィニッシュタイマー、最後はちょっときつかれましたが、後ろ君は今ラスト 100m、 後ろ君は4分47秒ぐらいで入りたいですが今4分40秒、後ろ君ちょっと顎が上がってきついかな。後ろ君足が止まっています。もう間もなく画面に入ってきます。今後ろ君が入ってきて、後ろ君が4分57秒ぐらいでしょうか、3
30秒ほどの差がついたので、おそらく中村君が逆転優勝したかと思いますが、後ほど正式な結果を待ちたいと思います。順天堂大学の小葉君が間もなくフィニッシュ。以上で第104回日本陸上競技選手権混成競技の最後の種目、男子十種競技の 1500m、 そして2日間の競技すべて終了しました。